戦国最後の戦い、大坂の陣。攻める徳川、守る豊臣、総勢30万が激突した壮絶な戦いです。大阪冬の陣で最大の激戦地となった場所が城の南にあります。名将真田信繁が立てこもった真田丸。信繁はここを拠点に徹底抗戦、数に勝る徳川軍を見事撃退しました。真田丸の強さの秘密とは一体何だったのか、 VR 調査で挑みます。先生、はい、やってきました。向こうに見えてるのは真田丸じゃないですか。はい、いやー本当だね。リアルですね、こちらも。ねえ、本当だね。ここは大阪城の南東、真田丸からはおよそ400メートルのポイントです。真田丸には石垣や天守は見当たらず、臨時の砦のよう。しかし敵を打ち破る強力な罠が至る所に仕掛けられていました。足元なんかちょっと、うわうわ、気づかなかった。え、水？そうなんです、これ水浸しにこれなってるんです。かかれ！大阪冬の陣当時、豊臣軍は淀川の堤防を決壊させ、城の周囲を水浸しにします。ある作戦を実行するためでした。圧倒的な力を誇る徳川軍は20万、守る豊臣軍はその半分、10万。大きな兵力の差がありました。数に勝る徳川軍に大阪城を包囲されれば補給が断たれ、豊臣軍に勝ち目はありません。これを防ぐために繰り出したのが洪水作戦でした。昨年の歴史探偵では冬の陣の洪水の影響を最新のシミュレーターで検証。真田丸の付近でも大洪水が起きていたことを明らかにしました。この番組でもやりました、これ。本当に海になっちゃって、ね、本当大規模な、ね、大規模だよね。大洪水の中、徳川軍は真田丸を一体どう攻めたのか。切り札はなんとすのこ。真田丸に向かってるのが徳川軍ですか。ちょっとよく見ると、はい、すのこしゃがんで作ってる人いますね。いますね。いや、徳川軍苦戦してる様子っていうのがもうここで分かりますね。たとえ洪水エリアを抜けたとしても罠は続きます。え歩けません、これ巻き菱です。辺り一帯に散らばっているのは足止めのための武器、巻き菱です。うわー、もう見てるだけで痛そう。もし徳川軍が巻き菱ゾーンに突入すれば、あ、来た来た来た、危ない危ない、前から撃ってきた、銃がちょっと前から、わ、撃たれた。いやいやいや、先生、うわ、危ない危ない、気をつけて。これ前から撃たれてる、撃たれてる、これ真田丸、危ない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 。真田丸からは容赦ない銃弾の雨が降り注ぎます。では徳川軍が巻き菱ゾーンを突破した時はどうするのか。真田丸にはその時の備えまでありました。
堀ですねこれ。え？現れたのは深さ10メートルもの巨大な堀。まさに絶壁で乗り越えるのは困難です。難攻不落の真田丸。次は内部に潜入。守る側の視点から強さの秘密に迫ってみましょう。真田丸の中ですか。いやー中来ましたですね。感動です。感動ですよ。しかも赤い甲冑着た真田丸の。そうですね、真田の侍たちが戦ってますね。先生、はい、ちょっと上見たらね、はい、人がいるんですよ。いやー加藤さんさすがです。2階建て。2階の部分の、まあ、塀越しですね、そこからも火縄銃を撃つことができて、はい、まあ、2倍の力で、まあ、守ることができたと。火力2倍ですか。2倍です。撃ち方にも工夫が。兵たちが3人1組になっています。各々役割がありました。射撃役、銃口を掃除する役、弾薬を込める役です。それぞれが作業を分担し集中することで素早くそして正確な射撃が可能になります。綿密に張り巡らされた罠と内部からの強力な射撃が組み合わさり、徳川軍は次々と撃たれていきました。VR 調査で見えてきた大阪城真田丸。それは戦国時代の合戦技術を集大成した天下無双の砦だったのです。